はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回もパート61始めていこうと思います。59、60と引き続いて今回の61撮ってます。今回もサブストーリー会にしようと思ってて、この人がサブストーリーやろうなと思って見てましたが、ヤンキー風の女、すみません、ちょっと助けて、ずっと突っ立ってたやん、助けてって感じじゃなかったけど、男の背中、ヤンキー風の女、友達が酔っ払いの痴漢に絡まれてて、お願いだよ、私と一緒に助けに行って。あ、もう選択、いや行くけど、もうちょっと詳しく話聞きたくない？はぁ、わかった、どこだ。あ、ありがとう、こっちだよ、早く。ヤンキー風の女っていうのが引っかかるなぁ。なんかはめようとしてへん？親切を逆手にとって。この先だよ。怪しい。酔っ払いの痴漢ってのは一人か？他に仲間は？キリュウちゃん気づいてんじゃん。え、まだ信用してるか、キリュウちゃんのことやから。ん？あの女どこ行った？何？あ！平気そう。鉄パイプで殴られたのに。なんか、パッと見、大したことなさそう。っていうか、全然大丈夫そう。よく、あ、避けたんか。よく避けたな。褒めてやるよ、クソヤクザ。酔っ払いの痴漢を追い払ってくれって話だったんだがな。あ、ヤクザと思って、ちゃんと、なんや、こう、連れ出してきたん？わざわざ？ヤクザを？普通の一般人じゃなくて？ヘバカがあんなもん癒しねえよ。ああ、痴漢に襲われた女の子はいなかったんや。よかったよかった。なるほど、さっきの女はお前のグルか。俺に何か用か？大した用じゃねえけど、あんたにちょっとした頼みがあるんだ。頼みがあるのはほんまなんや。お金？ヤクザっていう、あれに、すごい恨みを持ってんのかな。世の中のためにさっさと死んでくれや。あ、かっこいい。いや、うちさ、前のパートでさ、この堂島の竜は、なんかさ、全バトルスタイルで効果を発揮とか書いてあるからさ、この三つが、さらに上乗せして強くなるんかなって思って、堂島の竜っていう格闘スタイルはないとなんか思い込んでてんけど、な、ここで堂島の竜オンオフってな、説明してくれてたのに、なんかこの前のパートの時は全然分かってなかったんけど、ちゃんとバトルスタイルとしてあって、今までの過去の普通のシリーズのキリュウちゃんの動きができるっていうやつでした。ヒートアクション見せたらよかった。ヒートアクションめっちゃかっこいいねん。また改めて見せれたらいいな。うー、殺さないで。誰か。さっきまでの勢いどうしたん？まあ、一瞬でボコスカされたら、もう、叶わへんってすぐ悟ったかな。人を不意打ちしといて虫のいい野郎だな。何者だお前。あ、マスク取れた。マスク取れたけど別に知ってる人じゃないな。ガキ？あ、まあ若そうには見える。めちゃくちゃ。どういうつもりだ？誰かに俺を殺せとでも頼まれたか？そんな感じじゃなさそうやんな。そんなんじゃって本人も言ってるけど。だったらなんだ？俺を狙った理由は、堂島組にでも頼まれたんじゃねえのか？まあ、キリュウちゃんからすればその考えになるのは納得できるけど、違うと思うな。堂島組？個人的になんかヤクザってもんに恨み持ってそう。
知らねえよ、堂島組なんて。相手はヤクザなら誰でもよかったんだ。別にあんたじゃなくても。何キリュウちゃんも一応、はあ、足洗ったっていうか、なんかな、追い出されたっていうか、ヤクザじゃないねんけど、一応。ヤクザが死ぬほど嫌いなんだよ、俺は。ヤクザが好きなんで奴の方が珍しいと思うがな。けど、だからって、見境なしに鉄パイプで襲う奴はもっと珍しい。いくつだ、お前。16! うん。高校生か。あら。行ってねえよ、高校なんて。俗には入ってるけど。あらー。まあ。ふ、暴走族の下っ端ってわけか。なんで下っ端って決めつけんだよ。ごめんやけど、下っ端臭がめっちゃするで。いや、そうだな。悪かったよ。じゃあ下っ端じゃないの？名前は？田中、真治？あれ、信じて田中やったやんな。あ、何言ってるか分からへんかな。初代のさ、信じ。はぁ。若き日の、キユーちゃんと出会った信じか。あんたはどこの組の？ちょっと泣きそう。シンジも死んじゃうからな。俺は仇だ。極道じゃねえ。まあな。現時点で言えばな。過去のことは置いといて。嘘。シンジ、お前本当に誰かに頼まれたわけじゃねえんだな。ああ。だったらなんでこんなことやってる？俺んちはヤクザにむちゃくちゃにされたんですよ。土地転がしに失敗した親父にクソみてえな借金取りのヤクザが群がってきて。お袋はとっとと逃げ出してさ。シンジ君おいて。親父は毎日借金取りのヤクザに殴られて、そのうさばらしに今度は俺を殴った。ああ、これはグレますわ。かわいそうに。だからってな、暴走族入って、ヤクザというかまあ人を見境なしにパイプで殴るようなことはしたらあかんと思うけど。その親父も俺が殴り返してからは今じゃ叫びたり、一緒にいるとムカついて殺しちまいそうだから、俺は家出て今宿なしなわけ。はぁ。しかしヤクザをめちゃくちゃ憎んでたんやな。それが、ねえ、結果的に首に入ってたわけやけど、キリュウちゃんを暗記としたって。これがきっかけで入るんか？いや、これがきっかけって言ってもキリュウちゃんもな、今は一応仇やしな。それでヤクザ相手に強盗ってわけか。そう、どうせ金取るならヤクザからがいいっしょ。誰にも迷惑かかんねえんだから。そんなことは、ないんちゃう？さっきの女の子が少なくとも関わっててさ、しくじったらあの子もいらんことされるやろ。それにあいつらは町で襲われたところでメンツがあるから殺に被害届を出さねえんだ。今までもう何人かやってんのかな。ああ、だからこそお前は危ねえ橋渡ってるってことだ。もし連中に見つかったらお前殺されるぞ。大丈夫だって、このこと知ってるのは族の仲間のうちでも信用できるやつだけだし。いやー、でもその族の仲間が、ねえ、なんていうの、思いっきりやられたら、シンジ君を差し出される側になるんちゃうん。だといいかな。まあ、シンジ君はとりあえず信用してんねやな。族の仲間とやらを。あ、ちょっとどこ行くんだよ。もう十分身の上話は聞いてやったろ。俺はお前が誰かに頼まれて襲ってきたのかってことを確かめたかっただけだ。だが、
ヤクザ狩りなんてまではもうやめておけ。お前が今まで殺されずに済んでいるのはたまたまだ。国道を舐めてたらいつか必ずツケを払わされる。ふん、あんたみてえな強えやつ他にいやしねえよ。ヤクザだって一人の時を不意打ちすりゃまず簡単にイチコロだよ。あー、じゃあ何人かもうすでにやってんねんな。もう恨み買ってるんや、ヤクザ側の。やばいな。みんな泣いて命乞いするぜ。命乞いするほど痛みつけたん？それはやばそう。たださっきあんたにやられた時は初めてマジで殺されると思ったけどさ。そうか、だったら好きにしろ。いい歳した男に何度も同じことを言う気はねえ。じゃあな。じゃあなんで別れちゃったの？あのガキがどうなろうと俺には関係ねえ。大体俺自身が組に追われてそれどころじゃねえんだからな。とか言って気になるんやろ？え、でもさ、でもさ。え、続きは？西公園にも出てるな。あれ？あ、今夜元からあったっけ？西公園かな。あとな、てるてる坊や、テレクラにも出てんねんけど。パッと見新しく出たのは西公園か？ちょっと行ってみよう。西公園入ったけど何もないって思ってもう一回出てきたらなんか始まったけど。おい、そこのお前、俺のことか？他に誰がいいんだよ。ちょっと来い、つらかしてもらうぜ。お前に聞きてえことがあるんだな。この三人もしかしてシンジ君にボコボコにされた人かな？誰だお前ら。ふんだ、俺らが誰かなんて、あ、やっぱり、関係ねえんだよ。お前、田中真嗣ってガキ知ってるだろ？よくでも、そんな情報掴んだな。そいつからてめえのこと聞いたんだけどな。ここまで、いや、俺らの用はわかるな。いや、真嗣くんのことで、いろいろ探し回ってるんかもしれへんけど、その前にさ、もっと組から指令出てへん？なんか、白いスーツの、若造の元堂島組を探せみたいな指示。いや、いや、わからねえな。とぼけんじゃねえぞこら。てめえがあのガキ使って、え、あのガキ使ってキユちゃんが何人もうちのもん襲わせたんだろうが。え、黒幕と思われてんの？何何、あのガキが白状したんだよ。いいから来いや。人生一家、あれ？人生一家？人生って読み方で合ってたっけ？なんか聞いたことあるな、過去作で。あれ？え、気のせいか？人生一家。お前ら、シンジを捕まえたのか？あいつをどうした？へへ、あのガキが心配か？今ので自白したも同然だな。やっぱりてめえが黒幕は、だったわけだ。そういうわけじゃないねんけど。心配してねえで、今から奴に会う。心配しねえでも今から奴に合わせてやる。てめえも腹決めてついてこいや。人生一家とやらは礼儀を知らねえらしいな。俺はてめえら三下に指図される義理はねえ。あ、これ喧嘩になるかな。ヒートアクション見せれるかな。客を案内したけりゃ頭下げたらどうだ。そんなこともできねえってんだら顔を洗って出直してこい。ふざけやがってこの若造が。かまやしねえ、今ここでぶっ殺してやる。やった。いや、このさ、伝説じゃないや、堂島の竜のスタイルの時に流れるこの初代の音楽アレンジがめちゃくちゃ好き。よしよし、トラックの縁を使い、お、もうビビってる。ほら、他のヒートアクションもさ見せたいからさ。あー、おー、かっこいい。あ、もう違う違う。ひ、あ、ひ、もうちょっと、ちょ、あ、これはいつものヒットアクションになっちゃった。ちゃうねん、ちゃうねん。なんかな、もっとかっこいいのあんねん。
普通にやっててもボーンってかっこいいの出るねんけど、なんかなんで見せれへんの、撮ってへん時はいっぱい出たのに。なんだこいつ、むちゃくちゃじゃねえか。シンジはどこだ、あのガキはまだ生きてるんだろうな。ひぃ、案内しろ。ただし俺はあいつの黒幕なんかじゃねえ、あいつはお前らに嘘をついたんだ。軟禁、あいつは俺を巻き込んだけじめをきっち、あいつには俺を巻き込んだけじめをきっちりつけてもらわねえとな。そうだったんですか。いや、俺らもそうなんじゃないかなって。ちょろすぎやろ。いや、まあな、ボコボコにされた後やからわかるけど。ならさっさと案内しろ。もたもたしてんじゃねえぞ。はい。この人らも素直やな。シンジ君が、あいつが黒幕なんですって言ったら信じて。キリュウちゃんが、いや、俺は違うからって言ったら、あ、そうなんですかって。あら、まあ、もうこんなところまで引きずり出されて、ボコボコにされてるやん。ち、こんなガキ相手に手焼かされてたとはな。で、こいつの黒幕の男ってのはまだ見つからねえのか？人生一家。気のせいかな？なんか小物集するな。そんな過去作に出てました系じゃなさそうか？いや、でもなんか響き、音の響きが行ったことあるような気がすんねんけど。気のせいかな？あ、あんた、やっぱり来てくれたんだ。来てくれたんだじゃないしな。どういうつもりで言ったんそれ。あ、まあ、強いからボコボコにギットしてくれるって思ったんかな。なるほど、こいつが例の黒幕か。ん？呼びに行った連中はどこだ？そいつらなら近くで寝ちまってるよ。あんたらも、ガキ一人相手に、ガン首揃えてご苦労なこったな。あ、兄貴、俺、こいつの子、え？は？あ、はい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 。呼びに来たあの三人は、その命令知らんかったけど。この長身のヤクザは、さすがに知ってた？今、道島組で的にかけてるケリュウカズマですよ。でも、登場会が、相手したらあかんって言ったあるからな。その命令はまだ来てないんや、ここまで。なんだと？本当か？ケリュウカズマ？なんでそんな奴がガキ使ってうちの組の門を襲わせてたんだ？そんな暇なことやるわけねえだろ。全部そこの真珠のついた嘘っぱちだ。ふん、そうか。いや、そんなもん、どうでもいい。つまり、こいつの首を差し出しゃ、俺らも、道島組の覚えがめでたくなるってわけだ。こりゃ、とんでもねえ、ただ、棚ぼたじゃねえか。いや、もうちょっと前ならそうやったかもしれへんけど、今もし、万が一それが成功してしまったら、いや、まあ、それはそれで登場会も、まあ、まあそれはやってしまったならまあしゃあないわっていうことになるのかな。いや立花さんとの約束やしな、登場会としても一応。なんで守らんかったんやって言われたらな、立花さんたちが強く出ちゃうから、登場会側もやっぱ怒るか。めっちゃウキウキやけど、この太ったヤクザさんは。ぶち殺せ、手柄立てろや、お前ら！ニコニコ。ニコニコのウキウキ。負ける気がしいひんのやろうな。いやー。よし。今度こそなんかいい感じのやつ見せれたらいいな。あー！かっこ悪い。ちょっと待って。でもなんか面白そうなポットもいっぱいあるやん。ポットもいっぱいある。ポットがある。あー、もう消えちゃった。よし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 。ほらほら、なんかかっこよくない？使ってんのポットやのにさ、音楽めっちゃかっこいい。ほんで、いやー、ゼロのさ、魅力はさ、いろんなバトルスタイルを変えられてさ、時と場合によって使いこなして、あの、切り替えて使いこなしていくっていうのもあんねんけどさ、なんかもうこれ使えるようになっちゃったら、ついこれやっちゃいそう。あ、結局なんかそんなに派手なアクション見せれずにスンって終わっちゃった。
大丈夫か？やっぱり強えんな、あんたは。あんたが桐生一馬だったんだ。へえ、名前だけは聞いてんの？俺も名前だけは聞いてた。道島組が探し回ってる男がいるってよ。すげえよな、あの道島組。たった一人で敵に回して、俺もあんたみてえに強くなりてえよ。えらく殴られたみてえだな。少しは目覚めたか、シンジ。いや、よく生きてたわ。もうそのままブサーって、お腹刺されて処分されててもおかしくないねんで。なんでお前がヤクザ狩りだってこいつらにバレたんだ？あ、やっぱり族の身内に売られたんだよ。俺がやってることがヤクザに知れたら、そいつらもただじゃ済まねえだろうってビビっちまって。そりゃビビるで。よくはさっきの女の子もさ、協力してくれてたわ。だから俺を差し出して許してもらおうって話になったらしい。へ、考えてみりゃもっともだよな。仲間を信じた俺がバカだったんだ。シンジ、もう一つ聞かせろ。なんで俺がお前の黒幕だなんて嘘をついた？いや。いや、だってそうでも言わなきゃこいつらすぐに俺を山にでも埋めるとか言うからさ。あ、結局ビビってなんかとっさに言っただけ？それに、あんただったらこいつらにも絶対やられねえと思ったし。まあ、それはそうなんやけどさ。それで苦し紛れにあんたが俺の黒幕だって、あんたの特徴とかあいつらに伝えたんだ。きっと助けに来てくれると思ったんだよな、あんただったら俺のこと。あら、さっきのあれっぽっちの話で、なんか随分と、買ってくれてるというか、いや、都合のいいようになんか疲れただけかな、あの瞬間というか、それを言ってしまった時は。たくよ、何やってんだお前は。今まで何やってたんだバカ野郎。え？お前が助けを求められるのは、親でも仲間でもなく、たった一度会ったきりの俺しかいなかったのか？痛いとこつくな。お前な、さっきの今の、キリュウちゃん。お前には顔を隠して手当たり次第ヤクザを襲う前にやるべきことが山ほどあったんだ。くそ、そんなこと今まで誰も俺に教えちゃくれなかった。生き方なんて誰も教えちゃくれなかったんだよ。まあ、そうか。普通は、一番身近な親から教わっていくもんなんかな。良くも悪くも。当たり前だ。生き方なんて人に教わるもんじゃねえ。誰だって自分なりの道を必死に生きてるんだ。まあそうやな。でもそれが真っ当な道になっていくかはやっぱりな、自分次第のとこもあるけど、周りの環境もある程度影響するやろからな。シンジ君もかわいそうなところがあったことは、それはそうやねんけど。俺もそうだ。俺だって生きるのに必死になってもがいてる。キリュウさんもこんなにきついのに？ただ俺には目指すべき背中を見せてくれる恩人がいた。そう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 。そやな。それがあったからこそやもんな。キリュウちゃんも。あいにく、その人は お前の嫌いなヤクザだがな。目指すべき背中を見せてくれる人？道島組の若頭、風間慎太郎。その人が俺の目指している男だ。俺はまだおやっさんの足元にも及ばねえ。シンジ、ヤクザに目をつけられた以上、お前はもうこの町にはいられねえ。カムロ町を出て、お前も目指すべき背中を見つけろ。いいこと言うやん。背中を見つけろやって。いいこと言うな。カムロ町を出る？いや、それはできませんよ、キリュウさん。キリュウさん、俺はこの町から逃げたくねえ。何？それにヤクザに目つけられてんのはキリュウさんの方がよっぽどでしょ？俺だってこの町で生きていきますよ。この先も。この先も生きていくか。この町で死んじゃうもんな。
そうか、それがお前の生き方だってんなら好きにすりゃいい。並走させてもらいます。ただし、くだらねえ仲間とは手切れ。それと、この街で生きるってんなら、せめて俺より、せめて俺より早く死ぬんじゃねえぞ、シンジ。泣きそうになっちゃう。なあ、キリュウさん、最後に一つだけ。なんで、俺なんかを助けに来てくれたの？あ、ちょっと年相応の聞き方してる。あんただって、堂島組に追われる身だってのに。さあな、俺にもよくわからねえ。ただ、俺もガキの頃は一人きりだった。風間の親さんに出会ってなけりゃ、きっと今もお前と同じ目してた気がする。ああ、なるほど。じゃあな、信じ。ああ、めっちゃ、なんか悲しくなっちゃうな。キリュウさん。俺の目指すべき背中見つけましたよ。俺はいつかあんたを超える男になりたい。あんたがこの先どこに行こうと、俺は絶対あんたの背中についていきますから。気流の兄貴。はぁ、あ。はぁ、あ。今回はここまでにしたいと思います。あー、なんか悲しい。いい話やったのにさ、若い少年がな、心を入れ替えて生きていこうって決めるきっかけになったいい話なはずやのに、なんかな、シンジ君の結末を知ってるとちょっと悲しくなる話やったな。ということで、ここまで見てくださってどうもありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またねー、バイバーイ。